そうじゃなくて、この泊まるスペース、ベッドのスペースとこの本を読むエリアだったり、まあ、コミュニケーション取ったりもこれできるんですけど、そういったエリアがもう分け隔てなくできてるっていうのが、まあ、こだわりの一つかなと思います。なんで、なんか本を読んで寝落ちすること以外にも、そういった実はローカルの人が集まってる場所なんで、そこの人たちとのコミュニケーションを楽しんでもらいたいなと思います。ここって雑居ビルの7階にあるんですよ。でも他全部飲食店で。なので、下の階にピザ屋があるんですけど、そこから焼きたてのピザを実は持ち込みで来て、なんならワインもそのまま持ってこれる。で、それをここで楽しむ。あとはまあスタッフとのコミュニケーションで、スタッフが知らない人、旅行者と要はローカルの東京の人をつないでくれたりとか、なんかこの中に実は本と寝ること以外にもたくさん体験が仕組んであるんですよ。それも来て楽しんでもらえれば。